アングラー。アングラーは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、アンコウカの総称にちなむ。アングラーは1942年11月9日に、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年7月4日に、夫人、会員会事委員会の委員、会員議員パトリック、H ・エイチ・ドゥエリーの妻に行って浸水し、 10月1日に、ロバート・アイオルセン少佐、アナポリス1933年組の指揮の下、コネチカット州、ニューロンドンで収益する。成長訓練は、ニューロンドン、ロードアイランド州、ニューポートの海域で行われ、30本のマーク14型魚雷と6本のの発射テストのほか、嫌雷の不設演習も行われた。アングラーは、フロリダ州キーウェストに向けて公開し、 11月21日に到着後、1週間にわたって、艦隊音響学校で訓練を受け27日に、真珠湾へ向けて開校された。ここそろ、バルボアを経て12月19日に、真珠湾に到着後、24日まで最終訓練を行った。1944年1月10日、アングラーは最初の紹介でマリアナ諸島に向かった。1月27日、 アングラーはの地点でサンパンを発見し、砲撃で撃沈。15歳の少年を捕虜として収容し、少年の話から、このサンパンは、室戸の漁船であり、13名が乗り組んでそのうちの1人が少年の父親であることが判明した。2日後の1月29日未明、アングラーはの地点で4隻の輸送船団を発見し、魚雷を3本発射して2本を、 大型タンカーに命中させて撃沈したと報じる。続く2度目の攻撃では魚雷を6本発射し、1本が中型輸送船に命中したように思えた。3度目の攻撃では魚雷を3本発射し、この攻撃では中型タンカーに2本が命中して撃沈したと判断された。アングラーはタンカー2隻を撃沈、輸送船1隻を撃破したと報告。 実際には特設捕獲モ艇玉江丸参考機船890トンを撃沈した。その後、静粛航行の妨げになる不具合が明らかになったので紹介を打ち切った。2月4日、アングラーは25日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島し、修理を行った。2月15日、アングラーは2回目の紹介で、ミンダナオ海及び、スールー海方面に向かった。 アングラーがフィリピンに近づきつつあったとき、南西太平洋方面総司令官、ダグラス・マッカーサー大将が、本軍がパナイ島で民間人を虐殺していたことを知り、パナイ島から生き残った民間人を助ける作戦を検討した。その作戦にアングラーが起用されることとなった。アングラーは、スリガオ海峡、ミンダナオ海と通過。3月19日未明、アングラーはの地点で、 レーダーにより目標を探知し、浮上攻撃で魚雷を4本発射したが、命中しなかった。3月20日夕刻、アングラーはパネー等の会合店に接近して、虐殺から逃れて生き残った老若男女58名を救助した。作戦自体は成功裏に終わったものの、その後が大変だった。難民を収容するのに、魚雷発射間室の一角を提供し、食事は、 乗組員向けのものを一部難民に回したため、乗組員食事は1日に回と減った。フリーマントルに近づくに従って、乗組員も難民も不快感が増し、オルセン艦長に至っては、清水タンクが汚染されたかもしれないと信じ込む始末となった。4月1日に、ダーウィンに帰港。4月9日、アングラーは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰港。人後、 清水タンクをきれいにする、両整備員に要求した。5月3日、アングラーは3回目の紹介で、ジャワ海に向かった。この方面では、当時この方面に行った空母サラドガと、イギリス空母、イラストリアスの搭載機がスラバヤを空襲する、トランサム作戦予定だったので、攻撃を支援する8隻の潜水艦の1隻に、アングラーも選ばれ、 搭乗員救助と脱出感染に対する攻撃を命じられいた。5月17日に行われたスラバヤ空襲の後、スンダ海峡とロンボク海峡が交差する海域で紹介していたアングラーは、5月20日夕刻にのスマトラ島スマンカ湾沖で護衛艦を従えた特設運送船内トリマル大阪商船2105トンを発見し、魚雷を4本発射。 一本が、大鳥丸に命中して、航行不能に陥らせ、これを見て、さらに魚雷を三本発射し、これは命中しなかったものの、やがて、大鳥丸は沈没していった。反撃も受けたが大したことはなかった。しかし、翌日になって、大問題が発生した。吐き気を催す、乗組員が続出し、その割合が全、乗組員中四分の三に達したのである。 アングラーはフリーマントルの司令部に緊急報告を行い、アングラーは急遽帰還することとなった。その間にも乗組員の健康状態は悪くなる、一方で改善する気配はなかった。オルセン艦長は5月22日の艦長日誌に、乗組員は上級幹部も水兵も問わず、健康状態を維持しているのが難しい、食器洗浄や料理を作る際の特別な訓練を行うと書き、 翌日の日誌には、我々には健康状態を維持できる競争の男がいないと記した。思わぬアクシデントにさえ悩まされているアングラーを助けるため、フラッシャーとクレバル、水上規模艦が派遣され、クレバルは医師をアングラーに派遣し、容体のかんばしくない乗組員を収容した。5月29日、アングラーは27日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。 直ちに徹底的な調査が実施され、アクシデントの原因は4塩化炭素によるものと結論づけた。4塩化炭素の使用はこの頃には実質禁止されていたが、2回目の紹介の際に不快の現況として槍玉に上げられた真水タンクの洗浄にこの4塩化炭素が使用されたのであった。そしてタンク内の4塩化炭素が十分に除去されないまま3回目の 紹介に出てしまったものと判断された。また、6月9日付で艦長が、フランクリン・ジー・ヘース少佐アナポリス1935年組に、大渡。6月23日、アングラーは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。翌6月24日、で休養を行うべく操縦していたところ、海図にない暗礁に接触したため、 アングラーは一度フリーマントルに引き返す羽となった。損傷した右舷側のスクリューを交換した上6月29日に再出撃した。懲戒海,海域ではフラッシャー、クレバルと共にウルフバックを構成し、南シナ海の中央あたりからルソン島西岸海域を所定の懲戒海,海域とした。 7月25日午後、アングラーらのウルフバックは北上してきた日68、船団を発見し、数日間必要に攻め立てた。午後の攻撃ではクリバルが2隻の陸軍輸送船、秋丸、日本郵船、11,409トンと、東山丸、大阪商船、8,666トンに対して、魚雷を発射したが、両船とも回避した。日68船団は、 全速力で北上を続けたが、翌7月26日3時14分頃、フラッシャーからの魚雷が、秋丸、東山丸及び 2TM タンカー大鳥山丸、三井船舶5280トンに命中して、大鳥山丸沈没、秋丸及び東山丸航行不能の被害を受ける。アングラーの攻撃の番となり、20ミリ機銃に辞任を、廃して、浮上攻撃を完工する。 五時ごろ、アングラーはの地点で、特設運送艦聖川丸、川崎機船、六千八百六十二トンに対して、艦首発射艦から魚雷を六本、艦尾発射艦から魚雷を四本発射。魚雷は聖川丸の一番戦争に命中して、戦処部が浸水する。聖川丸は一時は、最大速力が七ノットしか出なかったが、やがて十一ノットまで回復して、解剖艦平戸の護衛により、 高尾に入港した。ウルフパック全体では、6隻3万6000トンの損害を与えた。8月23日、アングラーは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰港した。9月18日、アングラーは5回目の紹介で、ブルーギルと共に、パラワン水道、スールー海及び、マニラ近海方面に向かった。10月14日朝、 アングラーはのタブラス海峡で2隻の護衛艦を配する3隻の輸送船を発見。魚雷を4本発射し、2本が7500トン級輸送船に命中して撃沈できなかったと判断される。実際には輸送船南0丸、東亜海運2400トンを撃沈した。10月16日には病院船を発見し、10月19日にはブルーギルから 戦団攻撃の報告を受ける。10月22日1時45分、アングラーの見張り員は男の叫び声を聞いた。声の主を見つける試みは成功しなかったが、夜明けとともに最も気味悪いものの、かろうじて想像可能な光景の一つをアングラーは見ることとなった。周囲の海面は生死不明の日本軍兵士で埋め尽くされていた。アングラーはボートを出して夕方まで、 中央作業にあたり、生存していた兵士は二十六人に達した。アングラーでは、この二十六人の兵士を尋問し、誰が上級士官かを尋ねた。そして、階級の高い順に、島津正義中尉、富士星軍曹、西川豊長軍曹の三人が、情報提供者として、アメリカ軍に協力する旨先制し、残りの兵士は八十マイル離れたところで水と、食料、 カイズを与えて解放した。10月23日19時15分、アングラーはパラアン島の北端沖でギターロと共に日本艦隊の動静を監視していたところ、栗田竹雄中将を率いる日本艦隊を探知。翌10月24日2時40分頃まで追跡し、司令部に報告した。アングラーはこの時重要な輸送船団に接触しつつあったものの、 より重要な栗田艦隊を追跡すべく、工事をあえて捨てて作戦に寄与することとなった。10月31日朝、アングラーはの地点で2隻の2000トン内市2500トン給油送船を発見し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。11月1日には、ハードヘッドと会合し、少し前にハードヘッドが救助した戦闘機パイロットのフレッド・ E ・バクティス中佐を引き取った。 11月2日には、死物海峡を南下中に、クジラと接触して、スクリューを損傷した。11月9日、アングラーは50日間の行動を終えて、フリーマントル帰還した。12月4日、アングラーは6回目の紹介で、南シナ海に向かった。その途中の12月15日未明、アングラーは、損傷した、バーゴールの救援をせよとの命令を受けた。 バーゴールは12月13日にインドシナ半島三弱沖で従順洋艦病行を浮上したまま来撃し損傷を与えたものの直後に病行自身が主砲と攻殻砲で反撃しそのうちの主砲弾がバーゴールの全部魚雷発射艦室を左から右へ貫通し不発弾だったものの尖閣を破られたため先行不能状態に陥っていたのである命令を受けたアングラーは カリマタ海峡を通過し、昼前にの地点で、バーゴールと会合して、バーゴールを、浮上状態のまま、オーストラリアまで護衛することにした。バーゴールの乗組員はアングラーに移されたが、バーゴールのジョン・エム・ハイド艦長、アナポリス1934年組は、責任者として、他の使用幹部と共にバーゴールに残った。アングラーにはあらかじめ、状況が困難な場合は、 バーゴール上院を完全に異常させた上で、バーゴールを自陳処分してもよろしいという命令も与えられており、実際に処分のための魚雷もセットされていたが、奇跡的にそのような切羽詰まった状況にならず、結局、日本が未だ正解権を保持していた水域を無事通過し、12月20日にエクスマウス湾に到着し、バーゴールと別れた。 12月21日から紹介を再開した後、1945年2月6日にサイパン島に寄港。2月15日、アングラーは72日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。2月24日に本土に帰還し、サンフランシスコのベスレヘムスチールで、オーバーホールの後、真珠湾に開港された。オーバーホールの間に、艦長が H、ビセルジュニア少佐。 アナポリス卒業年次不明に変わった。6月12日、アングラーは7回目の紹介でも、例、シーポーチャー及びソーンバックと共にウルフパックを構成し、日本近海に向かった。6月27日にサイパン島に寄港して、補給の後、ショークに到着。この頃になると、日本の艦船で動けるのは石炭滝か小さな船しか、おらず。 目ぼしい大型船は数える程度の状態であった。動けた艦船も、嫌いによりほとんど身動きが取れない状況であり、外目で船舶を見ることは稀であった。アングラーのこの紹介での活動も、三度にわたる、対地攻撃が主となった感があった。7月25日朝、アングラーはの地点で、小型輸送船を発見し、魚雷を三本発射したが命中せず、これが、 唯一の感染攻撃だった。7月26日、アングラーは、金華山灯台沖に出現し、およそ3キロ離れた海上から5インチ砲で攻撃。灯台の他密集した建物や、高層塔を目標に25発発射したが、視界を遮られて与えた損害を確認することは、できなかった。ついで7月31日夕刻アングラーは、苫小牧沖に出現し、 霧がかかっていたものの王子製紙とマコマイ工場を攻撃。50発もの大量の弾丸を撃ち込み、撃ち少なくとも20発が事務所や調査室、火力発電所、製品倉庫などを破壊し、電線が損傷を受けたため工場の操業は停止してしまった。翌8月1日、アングラーはシーポーチャー、ソーンバックらと共にマに周辺の漁船や陸上の抵抗、 建物などに対して5インチ砲弾23発、40ミリ機関、砲弾320発、20ミリ機銃弾300発を打ち込み、この攻撃で、ウトマ国民学校が被弾して、桜が明らけ校長が破壊された建物の下敷きになって殉職した。8月9日、アングラーはに5 6日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。アングラーは、 ミッドウェイ島で終戦を迎え、8月26日に、真珠湾に向けて出発。9月14日に、パナマ運河を経て9月20日には、ニューオーリンズに帰港。1ヶ月滞在の後、フロリダ州ジャックソンビルに向けて出発。11月2日に搭載魚雷を下ろして11月6日に、ニューロンドンに帰還した。その後、不活性化工事のため、1946年2月には、 ポーツマス海軍造船所に開港され、工事完了後4月21日ニューロンドンに戻り、翌年2月12日退役した。1951年4月2日、アングラーは最終駅してカリブ海での訓練に従事する。一連の任務を終えてニューロンドンに開港され、1952年10月に再び予備役に編入、オーバーホールのためグロトンの ジェネラルダイナミクスエレクトリックボートの更新のヤードに入居することとなり、1953年2月には、対戦潜水艦 SSK-240 に分類された。1953年9月、オーバーホールが終わったアングラーは、大西洋艦隊で最終駅。1953年11月から1954年3月に、かけては、カリブ海や、 西インド諸島での訓練活動を中心に行動し、ニューロンドンへ戻った後、続く2年の間に、東海岸や大西洋、西インド諸島方面での艦隊演習に参加する。1956年1月から4月まで、ポーツマス海軍造船所でオーバーホールに入り、オーバーホール後は再び西インド諸島と東海岸で訓練のため行動した。 10月からは練習公開で北、ヨーロッパを訪問し、イギリスのいくつかの港に寄港して12月にニューロンドンに帰還した。1957年も9月までの間は東海岸での訓練に従事し、9月27日に NATO 演習に参加するためヨーロッパに向かう。演習に参加の後、アングラーはフランスのディエップとイギリスのポートランドと訪問して、 ニューロンドンに帰還した。11月にはバミューダ諸島近海で演習を行い、1957年の行動の締めくくりとした。1958年2月24日から3月28日までの間、アングラーは西インド諸島とカリブ海で行われたスプリングボード演習に参加し、11月3日には再びオーバーホールでポーツマス海軍造船所に戻り、 オーバーホールは1959年3月に終わった。その前後、アングラーは引き続いて東海岸やニューロンドンでの練習艦任務につき、1960年には分類変更で潜水艦 SS-240 に戻った。1962年10月24日、アングラーは第六艦隊に配属され、地中海沿岸のスペイン、フランス、イタリア、 ギリシャを訪問した。1963年2月6日にニューロンドンに帰還後はニューロンドンでの練習幹部に戻り、この1963年の類別変更により、実験潜水艦ギース -240 に分類される。その後は、カリブ海、西インド諸島、東海岸においてアナポリスをはじめとする各種学校の生徒や予備役兵のための活動を続けた。 アングラーは1968年4月1日、再び退役し、ペンシルベニア州フィラデルフィアで、予備役訓練艦として使用された。1971年6月30日に、比類別潜水艦、ナインスマイナス -242、分類の後12月15日除籍され、1974年2月1日、ニューヨークのユニオンミネラルアロイ社に売却された。 同年3月4日、スクラップとして解体され30年に及ぶ、管歴を終えた。アングラーは、第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。